ちゃくちゃ暑いですか。暑いっすね。やばいな。これ梅雨もう本格的に明けたんで、一応夏始まってます。あ、そう。はい、夏スタート、サマースタート村越の季節がやってまいりましたね。そうやな、はい、やったやな。じゃあ今日お風呂入って、はい、あれしよう。ちょ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 、何してんすか。もうみんな夏のせいでおかしくなっちゃってますね。ごめんごめん。はい、南葛 SC 背番号5番、梶塚雅也です。南葛 SC 背番号17番、村越健太です。お願いします。南葛 SC 11番、草上純平です。南葛 SC 19番、玉城慎吾です。慎吾慎吾、どうも皆さんこんにちは南葛 SC の葛飾ヨーグルトオーク MC の草上です。よし、どうもこんにちは南葛 SC 戦闘プロジェクトを題してもう一回いこう。南葛 SC 戦闘プロジェクトを題して、古き良き下町らしさの総長南葛 SC 銭湯プロジェクトを題し、古き良き下町らしさの象徴である銭湯を毎回チームメイトと一緒に紹介していこうと思います。第3回は立石にある富野井さんに来ています。おお、素晴らしい。いっぱい噛みました。今日も噛みましたね。今日も噛みました。では行きましょう。行きましょう。こんにちは。こんにちは。こんにちは。よーっしゃ、涼しい。こんにちは。こんにちは。今日よろしくお願いします。よろしくお願いします。富野湯さん、今何年、創業何年になる。もともとは、はい、道路向こうの方にやってたんですけど、はい、移転してここで昭和38年から始まってる、はいはいはい、大体58年ぐらい、ここで始めてから。あ、そうなんですね。なんで創業なのはちょっとわからない。わからないですね。だからもう100年ぐらいあるかもしれない。いや、そんな感じで言ってないと思う。可能性は秘めてる。もしかしたらわかんないから、はい、あ、そうなんですね、はい、このバンダイスタイルってまだあるんですか、葛飾の。結構もうなんかなくなってきてるじゃないですか。3代目のこだわりで、はいはいはい、結構こうバンダイは残したいって。あ、そうなんですね。簡単にしてほしいっていう若い子の意見もあったんですけど、はいはい、そうですね。若い子も結構、はい、それは直さないでくれっていうのがあって、ずっとこれでやらせてもらって。あ、そうなんですね、はい、このお湯がなんか薪で沸かしてるって聞いたんですけど、はい、全然やっぱガスでやるのとは違うんですか。あの、温まり方が違うとか、肌当たりが違うとか、はいはい、お客さんの感想もすごく。あ、そうなんですね。なんか柔らかいというか。あ、そうです、柔らかい。そうなんですね。こういうの楽しみです。楽しみだな。行ってきます。あ、まあ、待って待って待って、もうちょっと話聞いたら行きたくなっちゃうからね、春後ねえじゃあ今日はよろしくお願いします。よろしくお願いします。じゃあ早速お風呂もう入っていきましょう。ちょっと待って待って、いや無理っす。じゃあ3回目やけど。はい、3回目、3回目なんですよ。もうこんなお風呂入るだけだって申し訳ないから。そうっすね。みんなで掃除してから本当お願いします、今日は。みんなでちゃんと掃除してから入りましょう。じゃあ着替えていきましょうか。はい、せーの。じゃあ掃除していきましょう。お疲れ様でした。はい、行きます。はい、はい、はい、5代目。何かあれば、よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、じゃあ掃除して、行きましょう。お願いします。お願いします。お願いします。あー、ディレクト出てきた。いいね、いいっすね、いいっすね。いや、もうこのデッキブラシの使い方も慣れたもんやな。これももう様になってきましたね。この短期間で。もう3回目やから。これはもうある程度全員全部。具体的にやったら、あの、これで。トリスカもね、実際結構実はおしゃべりなんですよ。天才天才やな。天才って呼ばれてます。
最高っす。いや、いいっすね。気持ちいい。お湯が柔らかいね。何ですかね。多分俺の予想やけど、薪で沸かしてるな、これ。だからこの鼻、この肩当たりというか。ああ。じゃあ、いや、大体そうやろ、そこは。小巻きだわ。巻きしかそんなない。巻きしかなんない。あ、来た、おしゃべり番長。いいですね。あ、めっちゃ気持ちいいです。これ、はい。ちょ、待って。これ、巻きで生やしてます。これ、巻きで生やしてんな。巻きで生やしてる。髭剃りあります。準備ったの、一回も。5分で入ったからね。お疲れ様でした。お疲れ様でした。どうでしたみんな、お風呂は。なんで？お風呂はどうでした？いや、めちゃくちゃ、やっぱ薪だからですね。やっぱ柔らかい。そう、感じましたね、なんか。薪で沸かしてるからね。全然やっぱ違う。違いました、全然違いました。上がった後も違うんですか？違うんですよ。めちゃくちゃでも本当に柔らかいです。ね、気持ちよかった。すべすべします。なんかその、あの、入浴剤みたいなのも5種類ぐらいあってたから。疲労回復、今回はね、ハーブ。そうやね、薬膳。何があるか楽しみ。はい。掃除はどうでした？初めてやったの。俺らもな。もう本当もうベテランですか。はい。経験者ですか。どうでした？逆に仕事ぶり。ちょっとまだ声が出てなかった。声。声必要なんですか。やっぱラスやなっていうのは必要なかった。なかった。なかった。本当。嘘。はい。一回二回やってましたけど。カットされてました。マジは。いや汗かいたので。入れてます。汗だくだった。汗だくだったの。確かにオープニング撮ってる時からエグい量を入れてやってるから。カジスカ恥ずかしい。恥ずかしい。天才カジスカ。天才ですか。そう、毛剃ってるのってみんないない。確かに一人だけ。まず人類の倍入ってる。いや、倍は入ってないけど、もう男はこうでなくっちゃう。いや、ですよね。どうせ歯どうなんですよね。剃る意味が分かんない。だってこれは、タモさんだって風呂入る前ヒゲ剃ってましたよね。嘘っすね。上がってからもうすぐ入った。もうめちゃめちゃ。ちょっと入っちゃうかもしれない。可愛いな。可愛い顔してる。可愛い顔してる人ほど敬語です。実は。それで定着するんだよ。なんか毛の玉ちゃんす。あらな。最高の多分。今日は、ちなみに今日は何なんですか。なんかあるんですか。今日なんですね。今日クイズあるんですか。まさか。まさかの。まさかの。今日は何ですか。飛びの湯クイズを。飛びの湯クイズを。いいよ。まあ、前回王者。はい。前回王者。で、今回優勝者は次回司会。お。え。ってことは、ゲストがレギュラー。レギュラーの差取れる。ほんまや。レギュラー交代の可能性あるの。まだあります。やば、死守しないと。ここでしか俺ないんだから。チャンスやな。ここしかないんだから、俺には。生きる場所は。で、行きましょうか。第1問、飛びの湯5代目、昨年生まれた上野のパンダ、キャプテン翼の立花兄弟、共通するものが一つあります。それは一体何でしょうか。はい、一斉にお聞きください。どうぞ。簡単だ。見せないようにお願いします。本当ですか。じゃあ一斉にいきます。せーの、ドン。ケロコさん。違うんですか。もしかしたら全然まだ見えてないですけど、もしかしたら可能性あるじゃないですか。タマって書いてます。お前。いや、でもそれでも入れなかっただけ。パンダ、パンダ。ほら、パンダも来るし。立花兄弟。立花兄弟は多分スカイラブコイです。多分スカイラブコインで多分。僕あれ肌が白黒の斑点もいた。翔ちゃんは翔ちゃんは斑点だ。翔ちゃん海だな。海だな。あれだろ、かぶっちゃった。そんな。ちょっとパンダに引っ張られました。
俺と家事があるかな。わあ、そういうことか。正解は双子です。おわあ、スカミ選手、よし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 、視界に近づいた。これでまた MC したのは変わりたいのに。やばい、大騒ぎ。第2問、5代目翔ちゃんがバンダイに座るときあることをします。あるくえ、さあそれ一体何でしょうか。簡潔にお書きください。なんて翔ちゃん、ドライブ翔ちゃんに、ドライブ翔ちゃんに、初代翔ちゃん、初代翔ちゃん、初代翔ちゃん、翔ちゃんは翔ちゃん、五代目は五代目だけど、五代目翔ちゃんだと翔ちゃんの翔ちゃんと五代目ってなんだ。翔ちゃんは初代なんで、五代目の翔ちゃんが万代座るときにすること、すること、まあ、ヒントとしては先ほどオープニングで話があったのがこの万代の形、これがヒントになっているかもしれません。することこれ形がヒント、形がヒントですね。これ真ん中に男湯と女湯の真ん中に翔ちゃん、男性ですよね、男性が。ああ、で、ああ、分かったぞ。俺分かったわ、ガチで。当てて、当てるわ。だってあれですもんね、しろちゃんは男性の22歳ですもんね、はい、がこの間に立つってことですか、ね、そうです。じゃあ、じゃあよろしいですか。ごめんなさい、ごめんなさい、わかりました。で、一斉に回答をどうぞ。じゃん。一緒だ。そうっすよね。ガチガチの女装。あー、安心感を与える、安心感を与える。5分かかる。じゃあ本当はなんだ、この間常を取るみたいな。マジで分かんない、本当に分かんない。で、こういうメガネをかけてる。だからこっちだけ真っ暗で、こっちも真っ暗で、真っ黒の、もう見えない、こっちは。だからこっちを 見てませんよっていうの、女性から安心。でも見なあかんから、こっちはちゃんとしたんだよ。で、これをでも毎回葛藤するから5分だからこれをかけるんだよ。いや、自分ね。そうそう、5分だから。だからお客さん、かけてる自分が今やばすぎて違うから、毎日葛藤してる、毎日葛藤してる。誠意か、誠意。あ、僕はね、これ本当はなんです。なんで、なんすか。爪を取る。それで、いやいや、これから女装と、だから違う、違う。正解はですね、壁を設置する。あそこにですね、あの折りたたみ式の壁が通るので、そういうことを組み立てることによって、ああ、だから手元しか見えないようにするってことですね。そうなんです。なんだ、すごいやねえな。やっぱそうやな。だからそうか、その話もそう。女性、ということで、あの全員不正解。いや、今難しかったな。いや、難しかった。じゃあ第3問、じゃじゃん、じゃじゃん、葛飾の銭湯ではさまざまなイベントを開催しています。1月には朝湯、5月勝負湯、12月ゆず湯などが有名ですが、7月土用の丑の日に行われるイベント湯は何湯でしょうか。牛の日、土用の丑の日、さっき書いてあった。嘘、あれ違いましたっけ。違う違う違う、ここ書いてあった。じゃあ大丈夫でしょうか。じゃあ一斉に回答お願いします。はい、どうも。ハロハロ、何ハロハロ。あれじゃん、あ、ミニストップのメンバーです。あれ夏だけ、全然わかんない。あれ夏だけですけど、あれ夏だけです。は、でどんな顔してたの。葉っぱ、ハロハロ上にちょっと葉っぱ飛んでる。あれ入れるの、たまに。あの、かき氷のブルーハワイで夏気づいてる。ちゃんと夏気分まで書いてるから、夏気分まで書いてるな。いや、これ、なんていうか、ひつまぶし。
土曜の牛の日っていう、さっきじゃないですか、うなぎで、お湯かけてわー、うまい。おー、そうそうそう、うなぎ入れるだけだったら、うなぎ入れる、うまっ、で、お湯かけたら、ひつまぶし。おー、人間ひつまぶし、人間ひつまぶし、うまい、うまい、うまい、逆だ、すごい、うまい、うまい、もらうんだ、逆に、くれます。俺も、ほんまにうまいな、夏の味までもいない、近いで、ハッパーがあって、俺しか思わない、それだったら、やばいっすね。答え、桃の花。残念ながら全員正解です。ごめんごめん。うわー！やめといてよかった。ここまで正解は、ポイントは、楠上選手、安田選手が1ポイント。船越選手、この勝負は残念ながらまだ0ポイントとなっております。いや、今日難しい。すごい難しい。当てに行ってないけどね。当てに行ってやる。MC したいの？次が最終問題、はい、正解者は10ポイント、はい、よっしゃやると思ったおもろいことしてるだよちゃんとやってます、ね、考えてたよな、昨日からちゃんと仕事してます問題です。富野湯さんで一番売れている飲み物は何でしょうか。これは酸化といいます。酸化1、牛乳2、コーヒー牛乳3、伊藤園の麦茶なんでしょうね。三択言ったらそれ一斉に回答をお出しください、どうぞ。麦茶、麦茶やっていきましたあ、仕事してきました。麦茶、それでは次期社長、次期社長、さすがこういうとこしっかりしてんな。振って落としてきましたね一択って言ってたのに麦茶っすじゃあ、楠上選手は牛乳、他の3名が、パートナーである伊藤園の麦茶でよろしいでしょうか。そうですね、わざわざ言ってきてるなパートナーであるとか仕事しますですね、あれ仕事して正解はこれ10ポイントですよ。牛乳です。ほら、うわー言ってるやん。うわー、来週、来週が一人だそれすごい見たわかるやん、売れるからあんだけ仕入れてんねん。だから俺見よう、何回も見てんねん。そう、わかるわ。ということで、今日のトミークイズの優勝は楠上選手。よっしゃー、ぶっちぎりだよ、ぶっちぎりって言う人ある。ぶっちぎりだよ、でもぶっちぎりって。次回も俺か、まだ、はい、MC。 いやー、ってことで俺、あれか、ビニだからクビやあー、来週ゲスト出演か、私が出る、出るわ、出る出る。でも背もたれないから次。次背もたれないですね。出る。でもすがり、これすがりつくもん俺。今日お疲れ様でした。お疲れ様でした。まあ僕たちもこういうことしながらも、まあ、試合があるので、試合でしっかり勝って地域を盛り上げていけるように頑張りましょう。はい。はい、ゲストの2人、感想どうぞ。あ、めちゃくちゃ楽しかったです。いや、小学生じゃないですか。いや、下町だったんで、僕、銭湯でこう掃除とかすることなかったので、いい経験させてもらいました。ありがとうございます。そうですね、僕も同じく下町出身で、よく銭湯行ってたんで、まあ、その銭湯の開店前に、絶対ちょっとでも携われて、よかったです。また来たいと思います。全国社会人大会もありますし、リーグ戦もまだまだ続きますので、応援よろしくお願いいたします。します。します。